めんそれしゅん茶です。今回の動画はお正月あたりに行った二橋養魚場の初売りセールに行ってきました。いつもながらこのセールの時っていうのは、普段は養魚場にいてこのお店の中にはいない子たちがお店の中に進出してきて買えるという特別な日になっておりますので、なるべく欠かさず行くようにはしてます。なので今回も、普段からいる子たちはもちろん、セールだからこそ表に出てきた子たちを撮影してきました。いかがでしたか今回のセールは。あんまりだったそうです。この子正直だもんね。口数少ない時はあんまり満足してない時なんだよね。そんなことはないんですけど。そう、はい、うんうん、でも今回あれだね、俺だけ買ったね今回は。そうだね、うんうん、なので皆さんいつも通り俺が何を買ったのかちょっと頭の片隅で想像してみてください。ここはやっぱアルビノ系が結構いるよね。そうだね、アルビノ多いね、うん、デメキンとかいろんな種類のね。そう、やっぱアズマニシキを結構推してる感じがする。でここのさ、ニハシアズマっていう血統はさ、あの地元の品評会でもこの間準優勝してたじゃんね、東西だから、うんうん、東西だっけ忘れちゃった。東西も親も入賞してたかな。でさ、お店にもどっかの品評会の総合優勝のトロフィーあるよね、うん、しかもさ、この日愛好家たちが集まってた。あ、なんかおしゃべりしてたね。そう、うん、あの蘭中品評会とかさ、あの静岡県の品評会フラワーパークである、ああいうとこで見かけたような人たちがね、集まって金魚話を繰り広げてたね、うん、なのでまあちょっとね、隠れ家的な金魚屋って感じかな。そもそも浜松の金魚屋ってそんなにね、広い範囲で有名ではないんだけど、もう俺はかなり好きなお店で、ここはとにかくね、個性が強いっていうイメージがある。もちろんその量産タイプのね、こういう龍金とかもいるんだけど、やっぱ龍眼吾妻錦とかね、吾妻錦もねそんなに買わないんだけど、俺は家にいっぱいいるから。でもやっぱここでしか買えないような独特な吾妻錦がたくさんいてね、本当にいいお店だなと思う。さっき言った通りアルビノもたくさんいるしね、結構さ変わった金魚多いよね。あんまりそんなことないみたいです。いるよ変わったの。違う、今回ちょっと気になってた龍眼を買えなかったから残念だったです。うん、迷ったけどね。そう、あこの辺だら違う、そう多分そう、この辺に、あこれの上の、あこの子、この子、うん、今右上にいた子だね、うん、可愛いよねこの辺。そう、ここのなんだろう、うん、ここの塊なんだろう、うん、結構水槽ね、そういつもこの位置の水槽はなんか気になってる子いるんだけど、うん、指さしてた今この子ね。そう、うん、可愛いな。やっぱ他のお店で見んもんねこういうの。そうなの、なんかデメキンじゃないじゃん、うん、そうそ う, そう基本アズマニシキでそれのデメタイプって感じだもんね。出た、いつも見る細長いランチューニョーン、これ長っ倍は長いの普通のランチューの何あれランチューバスど長いのあれ、うんね、本来さ金魚って胃がないんだけど、あれ胃があるんじゃないかってぐらい胴体長いよね。綺麗だよねこの辺も。なんか一匹さ東海錦っぽいのじゃん、アルビノの。これか東海錦じゃないんだけど、尻尾がね四つ尾なんだよね。桜尾か、珍しいよねコメント系でさ。この辺もアルビノいるし、うん、これも龍眼吾妻錦かな。そうだね、そうだね、うん、ヤフオクにも出品されてるみたいなんだけど、まあ基本は買えないよね多分ヤフオクの子は。ただ交渉次第でって感じかな。どうしてもさ入札中だともう下げれないじゃんね、うん、そうだね。そう、ただ入札されてなくて、これかわいい、ね、かわいい顔だね、うん、東錦、これ二橋東じゃんかの有名な、うん、
ないけど新橋アズマ。でもちょっと可愛いね、やっぱ浜錦もこれちょくちょこってきて可愛い。これ佇んでたのにカメラが回った瞬間ちょっと慌て出すみたいな。この辺もアルビノだね。うん、でもやっぱちょっとアズマ錦欲しくなっちゃったな、ここの見てたら。買おうと思えば全然いるもんね、可愛い子きっと。見てないだけでさ、なんか東錦って時点で何回も言うけどさ、うちにいるからってなれちゃう、たくさん。この子も結構可愛い、この墨っぽいの。墨これ、墨っていうかアサギ色、うんうんうん、なんかさ、ここの金魚って顔可愛いんだよね、シンプルに。いるじゃん、なんか体綺麗でもさ顔がブサイクとかさ、普通のお店はいるんだけど、ここのね、アズマとか龍眼って可愛いんだよね、顔が。なんかそれも見る人が見ればね、わかるんだよね、他のお店にいないっていう。そういう可愛い顔の子、これこの子も可愛い。いくらでも買えちゃう、このお店本当に。お値段は雇みほど安くはないけど安めだし、なんつうの、これ可愛いよね、うん、これ可愛い、右の、うん、値段も安めだよね、全体的にね。しかもさ、そのちゃんとさ、答え答えで見てくれるじゃん、この子はここが欠点ありますとかさ、すごい正直者じゃん、うん、店長が。そうだね、うん、なのでこの子はここがいいとかね、ここはちょっと欠点なんでこのぐらいにしときますとかも言ってくれるし。今回ね、錦鯉ちょっと映してきました、まあ、一応います。すぐ終わっちゃった興味ないもんねこの辺が割とメインのセールの子たちだよね。お、大プラ船にいてさ、浜錦とかオランダか、この水槽は。東もいるね。うん、でここが龍眼東錦のと東錦、浜錦もいるけど、龍眼東錦メインのプラ船一番気になるとか、うん、どうですか。うん、結構綺麗な子もいるんだけどね、うん、元気が気になるから、うん、寒いのもあるよね。あとはやっぱ普段さ、その養魚場の池にいるってことでさ、この同じお店といえども環境の変化はあるかもしれんね、プラ船にいてさ。うん、東錦龍眼、この辺りやっぱこのお店の強い品種かなって思う。でこっから繁殖期になるじゃんね。メダカもいます、今回取ってきました、初めて。あんまり興味がないけどね、まあ、お店の人としたらね、こういうの宣伝した方がいいかなと思って。間違いなくさ、仲の良さはナンバーワンだもんね、ここの店長キングやってさ、あんなに仲良く喋る人いないよね、うん、そう。でまあお互いさ仲良く喋ってるもんでさ、ね、YouTube で広めてることをさ喜んでもくれたりしてくれてるから、うんうん、まあ、今回いろいろ映してみた。なのでメダカやコイ飼いたい人もぜひ行ってみてください。でアルビナズマ錦通り過ぎました。あれも欲しかったんだけどね、ちょっとお高かったな、あの大きさにしてはね。どうしてもマルテルとかさ、セールで行って安いの買ってるじゃん、まあ、鈴木金魚とかもそうだけど、ちょっとね値段に厳しくなってるね最近は。この辺も結構リーズナブルでお安かった。龍金あんまり珍しいんだけどね、ここで売ってるの今年から売り始めたかもしれない。あとはランチ、ここのお店のランチ基本細長いよね。そうだね、中目だね、ぷっくらって感じだね、長手の、まあ、それがいいのか悪いのかよくわかんないけど、ランチはあんま興味ないもんねここでランチ買ったことないもんね。てかランチ買ったことなんてないと。黒、あのヤフオクだけ黒ランチはあるけど、うん、黒ランチは買ったりしたけど普通のランチ買ったことない、ないもしかしたらお店で。ないない。え、でもなんかちっちゃめの買わなかったっけ、企業さんで。あー、買ったわ、うん、どうしよう、めったに変わんね。この辺の長尾も気になった、気になったけど
あんま変わってなかったかな。この子もさ、タイプなんだけど、この子のもっと綺麗なバージョン前回買ってるんだよね。で、まだ普通に生きてるからさ、わざわざ買うこともないかなって。あと長尾にしてはちょっと尻尾が短めかな。それも好みだよね。ショートテール長尾とかいるじゃん、デメキンとか、うん、でああいうのが好きな人はいいかもしれない。まあ、中には長い子もちゃんといるんだけど、まあ、短い子もいるよって感じで。でオランダも長めだよね。本当だ。なんか改めて見るとなんか長いね、うん、日本オランダ系かな。日本オランダ結構長めじゃん、うん、まあ、そこも好みじゃんね。また言うけど何回も長手の、ね、オランダが好きな人もいるし、丸っこいのが好きな人もいるからさ。でここは天性風の集まりで、龍眼集まり式の小さめのバージョンかな。うん、まあ、ここもなかなかね、こうやっぱ増えてはないかな。結構さ、自然に産卵させてるじゃんこのお店って。だもんでこの時期になると新しい顔の子はあんまりないかもしれない。まあ、それか今まで売りに出そうとしてなかったけど売りに出したっていう子が混じるかもしれないけど、この辺変わってる印象なかったな俺の中で。前回と一緒って感じ。違う？うん、そのままなんかちょっと大きくなった子が出てきてるっていう感じ、うん、そうだね。で東錦ですね、うん、ちょっと赤が強めに入ってるかな。特別ヒレナガの子とかいれば買いたいんだけどな。ここはちょっと小さめの東錦、二橋東。大きさ別でちょっと値段が違うね。ちょっとちっちゃい子になっちゃうけど、うん、やっぱりヤトミの後はちょっと高く見、うん、感じちゃうな。ヤトミと比べちゃうとね。ヤトミはもうほんと紙レベルに安いよね。でさっきさ、あのリミックスとかカハラのサイト見たじゃん。あ、リミックスは値段書いてないけどさ、カハラの値段なんてもう超びっくりだもんね。もう3倍ぐらい、うん、でも全然ダメ、うん、なので、まあ、そこはちょっと置いといて、普通に見たらリーズナブルだよねこのお店も。雇みがもう全国屈指の安さだもんね、あそこは多分。でこの辺も浜錦、浜錦もあんま興味ないよね俺たちは。うん、そうだね。あんまり、まあ、これは好みの問題だもんでね、あんまり惹かれないなって。ランチュちょっとお高めのランチかな。綺麗だもんねこのお店。でまた戻ってきました。気になるところどう？これあんまりいいのに買った？今回は、うん、やっぱ元気さ気になっちゃって、うん、なんかうちにいるようなさ真っ黒い子いないね今回。今回とか最近、前さ売ってたよね洗面器いっぱいにさ黒龍眼。うん、あ、そうだね。そうそう、一色のね、うん、今年見ないねなぜか。こんな感じでいろんな綺麗な子がいます。で基本月1でセールはやってるんだけど、セールがない月もあれば月に2回セールをする時もあるので不定期開催って感じかな。狙い目といったらやっぱり春先から秋ぐらいかなって思う個人的には。さっきも言った通りさ自然産卵させてるから、どうしてもねこの時期はラインナップが変わりにくいんだよね。多分どこもそうなんだけど、特にここのお店もそのうちのお店になりますので、今のうちに貯金をしてね、春先に搭載の子を買って夏にたくさん食べさせて大きく育てるのもいいかなと思う。いい龍眼いっぱいいたもんね春先とかさ夏ぐらいに、うん、本当に、うん、また今年も楽しみにしてますという感じで、このワクワク金魚ランドでは金魚トークや金魚屋のロケ撮影など
金魚好きの方なら楽しんでもらえる動画を毎日配信してますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。